うん、昔と比べてかなり廃れたな。かつては十数世帯しかない小さな、そして目立たない村だった。今残っている数軒の廃屋もいつまで持つかわからない。別に驚くような事件が起きたわけじゃない。ただほんの些細な出来事が重なり、人々は離れていったんだ。私と一緒に村の中を見て回らないか。かつてこの場所は下川と呼ばれていた。なぜならここの人々は最初上川ってところから移住してきたからだ。そしてここには代々受け継がれてきた釣りの技術があった。私もいろいろと学ばせてもらったよ。今ではもう上川はなくなり、下川もだいぶ変わってしまった。ここの名前を覚えている者もほとんどいないだろう。中へ中掲示板のこの名前、あ、確かに私がここに来たのはまだ5、6歳の頃だった。あの頃は帰る家がなく、あちこちさまよっていた。ようやく半分の米まんじゅうにありつけても飛び出してきた野良犬に奪われるなんてこともあった。ただあの頃の私にとって米まんじゅうはそう簡単に手放せるものじゃなくてな。何人かの漁師が私に気づき声をかけてくれた。そして食料を分けてくれたよ。私が泊まるのを見るとその犬も泊まった。疲れ果てたのか、それともあまりにも飢えていたのか、止まった途端倒れて二度と立ち上がらなくなった。私が見に行くとその犬はまだ米まんじゅうを口にくわえていた。死んでも離さなかったんだ。あんなに弱ってるって知ってたら米まんじゅうくらいくれてやったのに。私は汚かったし犬と食べ物を奪い合ってた。その上犬を追いかけて死なせもしたしな。おそらく村人には嫌われてただろう。それでも運は私に味方してくれた。当時ここの村長が私を不憫に思い引き取ってくれたんだ。あんた北斗ってどういう意味か知ってるか。ついてきな。歩きながら話して。私がここに来てから 1,2 年後の冬、村長が不幸にもたちの悪い風にかかってそのままこの世を去った。その頃村の収穫も落ち込んでいて、取れる魚が日に日に少なくなっていてな。村長がいなくなると村人たちは仲が悪くなり、誰々が小魚を奪っただのデマを流すようになった。最終的になぜか私が罪に問われた。最初から引き取るべきじゃなかったと、私の存在こそが不幸をもたらすだなんて言われてな。私がここに来た初日、犬を死なせた。そしてそれから村長を死なせ、ここ一帯の魚を全て死なせた。私が村を滅ぼした疫病神ってわけさ。私には理解できなかった。自分は疫病神じゃなく北斗だということを何度も訴えたよ。すると何人かの村人が大声で怒鳴りながら私を村から追い出した。その時村人たちがこう叫んでいた。なんとは生命の兆し、北斗は死の兆しだってな。それまでは自分の名前が空にあるただの星だってことしか知らなかった。その星が市長生だと知ったのはその後のことだ。着いたぞ。ここがかつて村長の家だったとこだ。自分の引き取った少女が後になって村を滅ぼす疫病神だとみんなに思われるようになるとは、あの人も想像していなかっただろうな。ん？他には？そして稲妻にたどり着くと、あの雷神様も神の心をなくした。そうだろ？規模で言うとあんたの方がすごいみたいだな。
んたの言いたいことは分かってる。私は疫病神じゃないって言いたいんだろ。その優しさ、ありがたく受け取ろう。そして忘れないでほしい。海を制する者に無能な者などいないと。嵐で倒れる者は弱き鳥だということを。私は北斗。足を取られ歩みを止めたことなど一度たりともない。ところで、あんたはこれからも旅を続けるんだろ。世界は広い。この先どんな出会いが待っているかは誰にも分かりはしない。もしいつかそんなくだらないことであんたを責める奴がいたら、私も共にそれを受け止めよう。忘れないでくれ。あんたがどこにいようとも、南十字の北斗が力になることを。疫病神が疫病神を守る？余計不安に感じるが、私は好きだ。あんたみたいな友人がいて、私は運に恵まれてるな。さ、そろそろ本題に入ろうか、写真の先生。時間を無駄にするな。私の気分がいいうちに撮ってくれ。早くしないと気が変わっちまうかもしれない。で、どんなポーズを撮ってほしい？はあ？あんたってやつは何考えてんだ。撮影を続けるかどうか少し考えさせてもらう。おい、待て。変な感じに。